こんにちは皆さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。緊張しますか。はい。僕も緊張します。今回今ソーシャルメディアって言ったら大体ほら動画、もう街には動画溢れてます。インスタグラム、ツイッター、YouTube。でそれらの動画やるってなったらやっぱり編集をしますよね。でも世の中にはソフトがたくさんある、今とりあえず、思いつくだけでもざっくり今回紹介する4つがあるんですよ。これをこれから特徴違いをこれから紹介していきます。で何かもっと詳しいことは、デミクロといえば結構動画編集とか、結構エフェクトがバチバチついてたりとかで、映像っていうものをメインで活動してると思うんですけど、結構同じように動画に興味持ってる人とか動画をチャレンジした人っていると思うんですよ。そういった方って結構意外と編集ソフト何使ったらいいかわからへんみたいな状況にあるんじゃないかなと思うんです、多分ね、ソフトも多いからね。多いですよね。なのでソフトの違いとか、そのソフトの特徴メリットとかをちょっと3人が別々の視点で、それぞれのソフトに踏み込んで、今回は解説とか紹介していけたらなと思ってます。じゃあやりますか。はい、お願いします。はい、まずはプレミアプロの、方からメリットとか違いを解説していきたいと思います。僕はプレミアプロを映像制作の仕事とかもしてたので、ちょっと数年使わせてもらってるんですけど、本当にいろんなことができるソフトとなっております。一番メリットというか特徴としては Adobe っていう会社の製品になるので、 Adobe 社の製品いろんなね製品がこうリンクして使えるようなこととなっております。イラストのソフトとか写真とか CG のアフターエフェクトとかも、そういった他のソフトと連携して使えるというのがプレミアプロの一番いいところと思います。で、2つ目なんですけど、使用率っていうのが圧倒的なんですよね。なんか映像制作の、業界の中でプレミアプロを使ってる人がめちゃめちゃ多いです。これはなので、企業とかも使ってたりするんで、仕事とかのねコンタクトがすごいスムーズであったりとか、プレミアプロのプロジェクトを渡したりとかでいろんな人と作業ができるような感じとなっています。3つ目はチュートリアル動画がめちゃめちゃ多いです。YouTube とか本当に情報がねすごい溢れてると思うんですけど、なんかプレミアプロの使い方とか入門の、講座とかね、そういった映像動画っていうのがめちゃめちゃ YouTube にあるので、初心者の方でもすごく入りやすいし、結構そういった動画を見てもらえればすぐにできるようになってるので、そこも結構いいところかなと思います。使用者が多い分そこは結構いいところかなと思います。であとはテンプレートを豊富に活用できるっていうところもあります。結構なんかプレミアプロって細かくカスタムが効くというか、細かい微調整とかも結構なかなかできるソフトなので、すごくこだわった編集がしたい人とかもそうやし、文字を動かすアニメーションとかそういったもののテンプレートを豊富に使用することもできたりします。であと最後なんですけど、僕の考えであるんですけど、YouTube の編集にもすごく向いてるソフトです。カットがやりやすかったりとか、リップル削除とか、すごい短縮して無駄な作業を減らしながら、YouTube のこう喋ってるこういった動画を編集できるっていうところも、結構あったりします。あとはテロップが入れやすかったりとか、本当にいろんなねあの YouTuber の方もプレミアプロっていうのは使ったりもしてるんで、そこはすごく、いい点かなと思います。はい、以上が、プレミアプロの主な特徴となっております。次は、ジュリアンさんにアフターエフェクツのソフトの特徴をお伺いしていきたいと思います。はい、僕はですねアフターエフェクトを使って13年ぐらい経ちます。はい、で、アフターエフェクトの特徴ですね、まずは何といっても、アニメーションイラストアニメーションとかローアニメーションっていうそういうベーシックなものですよね。皆さんが普段テレビで見るような CM とか、そういった広告に出てくるアニメーションは大体このソフトで作られています。はい、そういうアニメーションを簡単にまず作ることができます。であとは、ハリウッド大作とかそれこそ国内の映画とかでもそうなんですけど、そういう映画に出てくる特殊効果、VFX って言われるんですけど、そういうものも基本的にアフターエフェクトで作られています。あとできることといえばやはり、特殊効果の世界に最初入るときって多分皆さん合成を一番最初にやりたいと思うんですけど、そういったシンプルな合成映像からすごく複雑なね、それこそ、大作映画に出るような宇宙船があったりとかロボットがいたりとかって、ああいうその合成映像を最終的に作成できるのがこのアフターエフェクトになります。あとは何といってもその他の編集ソフトと違うところはやっぱり一応 CG ソフトではあるので、実写映像では再現不可能な世界観もこれで作ることができます。
それこそ静止画でも作れますし、もちろんアニメーションも作れますし、で、映像制作の、ソフトの中ではアフターエフェクトが多分ダントツでプラグインが多いです。フリーなものから有料なものまで、もう本当に何百何千とまではいかなくても何百とあるので、もうそれだけで可能性が、はい、無限に広がります。で最後に、先ほどねアキヤ君も言ってくれたんですけど、他のアドビーのソフト、特にそのプレミアとですよね、リンク機能があるので編集もしながらアフターエフェクトでその合成映像を作ったりアニメーションを作って、それをそのままプレミアで読み込むことも可能です。はい、こういうソフト間の行き来がアドビーは非常にしやすいので、可能性は本当に無限に広がります。はい、これが、主にそのアフターエフェクトの特徴になります。それでは次は、テサーにファイナルカットプロ X の紹介をしてもらいましょう。来ましたね、来ました来ました。こんにちは。あ、じゃあちょっと僕はこだわりがあるのでワンセック。来ました。ちなみに皆さん、始まる前に見てこれ、ほらベンチこれ筋トレストレスのベンチです。今椅子が届いてないので残念ながらちょっと僕はこれ使ってるんですけど、これからいきますよ。ファイナルカットプロ X、 まずこれね、このソフトに関しては買い切りです。サブスクじゃないんですよ。最近流行ってるサブスクじゃないんですよ。34,800円払うと終わりです。はい、なので値段はねちょっとねパッと聞いた感じ高いけど、払い切ったら終わりなんで、ずっと払い続けることはないです。でアップデートがあるので、一回買ったらずっとこのソフトを使っていけるっていうのがこのまず一つ特徴です。このファイナルカットっていうのは使いやすさで多分最も知られているソフトだと思います。僕はでこのソフト使い出して僕5年目、もうずっと使ってるんですけど、今紹介のあったプレミアアフターエフェクト、これも僕触ったことがあります。ただ動作のこのね、動作というかまず使いやすさ、直感で触れるっていう意味で一番使いやすい、そして使いやすいけど結構プロ向けのソフトでもあるので、使い込んでやり方が分かってきたら結構いい作品これで作れてしまいます。ね、動作が速いっていうのは言ったのと、使いやすさもあるのと、でこれ僕のちょっとね使ってる感覚なんですけど、僕パソコンがあったら多分動画のデータって重たいので、外付けのハードディスクとかみんな使うと思うんです、ハードディスクね。僕のパソコンだと大体ね何テラぐらいあったかな、4テラぐらいあったのかなファイナルカットって動画をすべてパソコン内ソフト内に取り込んでくれるので、外付けのハードディスクとかをつけてなくても持ち出して編集ができるんですよね。だからカフェで、今カフェだと思ってください。ここにこれがあって、これがハードディスクとしたら、こういったね外付けのものをつけなくてもパソコン1台でできるので、そこは結構僕は特徴的じゃないかなと。他のソフトに関してはその編集しているデータが入っているハードディスクとかを持っていかないとできなくなってしまうので、そういった面がいいけど、一つパソコンがめちゃめちゃ重たくなる特徴もあります。はい、これも僕ねいいとこだと思うんですよね。特にやり始めでこうパソコンが落ちたりフリーズすることはあんまりないと思うんですけど、やってるその扱ってるデータの重さとかフル HD とか 4K とかって、僕結構 4K で撮ることが多いのでデータが大きいんですよね。でそれをパソコンに入れていろんなエフェクトとかかかってくると重たくなって落ちたりすることがあるんです。ファイナルカットはそれがすごく少ない、動作がサクサク、直感的に使いやすい、で編集途中で落ちてデータが消えるということも僕の経験上あんまりないですっていうね、このねこの点がファイナルカットのいいとこじゃないかなと僕は思います。ちなみに Mac で iMovie 使ってる人がいたら結構感覚に近いです。ただ iMovie よりも断然ファイナルカットはより本格的な方に向けてできるものでもある傍ら、超やり始め初心者の人でもすぐ触れるっていう特徴があるんで、これが多分このソフトのいいところだと思います。というわけであれいきますか。次はダヴィンチね、ちょっとカメラの後ろにねティーチャーが構えてるので僕と一緒に行きますか。行きますよ。はい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 、行きますよ。ここですか。 GO! はい、次は、ダヴィンチリゾルブをちょっと紹介していきたいと思います。
僕は結構映像制作の仕事とかで、まあ、結構いろんなソフトは使ってきたんですけど、まあ、今一番熱いというか結構まあ人気も上がってきてすごく利用者も増えてるソフトっていうのがこのダヴィンチリゾルブとなっております。まず一つ目なんですけど、これはもう一番言われているカラーグレーディングです。はい、これはもうハリウッド映画とか本当にテレビ CM とか、まあ、映画とかもそうですし、いろんなミュージックビデオで、使われています。でこのカラーグレーディングっていうのは色味の編集なんですよね。色味を整えたりとか、世界観を作ったりとか、そういったことがすっごい細かくかつハイクオリティでできる編集ソフトとなっております。もともとこのカラーしかできない編集ソフトだったんですけど、今も映像制作の一連の流れが全てできるようなソフトとなっています。でこのダヴィンチリゾルブに関しては3万6000円ほどで買い切ることができます。先ほどテサーさんのファイナルカットと同様にこのソフトは買い切りです。なので一回買ってしまえばもうそこからお金を、ね、払ったりすることっていうのは必要がないです。ここがめちゃめちゃねいいかなと思います。次に基本的にスペック、まあ機能ですね、それがもう万能でほとんどのことができてしまう、完結してしまう編集ソフトとなっております。そしてカラーだけではなく音とか、まあ、エフェクトであったりとか色んなトランジションとか、まあすごくまあちょっとした CG とかそういったものまで対応している、まあ、そういったエフェクトも使えたりっていうようなこともこのダヴィンチリゾルブはできます。で最後に僕が一番一押しのポイントとしてはほとんどの機能が無料で使えるということです。はい、ダヴィンチリゾルブ今バージョン17、17なんですけど、これは無料版と有料版っていうのがあるんですね。でこの有料版がさっき言った3万6000円ぐらいとなってます。でこの無料版の方がもうほとんどの機能ができるにもかかわらず、無料でダウンロードすることができます。まあ、ちょっと 4K の、まあ、120フレームとかめちゃめちゃクオリティが高くなってくると、無料版では難しいんですけど、本当にほとんどのことが、フリーで使えるソフトとなっております。なので、まあ、ちょっと初心者の方で、まあ、なかなかね、編集ソフトにお金が使えない方とか、まあ、そういった方にはすごく向いている編集ソフトとなっております。はい、ということで以上が、ダヴィンチリゾルブについての、特徴とか、それぞれの違いをご紹介させていただきました。ということで、まあ今回は4つのことを、挙げてやりました。4つのソフトですね。もし、まあ、結構各所いろいろ特徴もあったと思う。これがこれ、これがこれとかね、もっとなんかもっと知りたいことがあった、それ聞けてないっていう方がいたらコメントをください。答えれる範囲で僕ら答えていきます。はい、まあそんなところかな。今多分紹介しているものが世の中で今出回っているもので皆さんが一番使っている、説明にもあったと思うけど、まあ初心者の方から結構プロ向けのものまでこの4つの中にあります。はい、まあ、かといって、まあ、難しいも、簡単も、まあ、最初の方はある程度ちょっとね覚える必要はあると思うんですけど、やればみんなができるっていうところは僕は変わらない、うんうん、はい、まあそんな感じかな。はい、はいはい、というわけで今回のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。デミクロファイルオンライン映像スクール、ファイナルカットプロ、アフターエフェクト、カメラの使い方、そして YouTube、それらのすべてを学べる日本で唯一のオンライン映像スクール。皆様の入会をお待ちしております。